うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。それと今日は特別ゲストでハニーさんの登場でございます。どうも今日はゲストに登場してもらいまして、て今日は何をやりたいかというとですね、お問い合わせがめちゃ多い件を今日はお届けしたいと思います。キーが合わないんですけどという話ですね。ガズレレいつも見てくださってる皆様ありがとうございます。だいたい C とかね、まあ、曲によっては F とか Am とかから始まって、もうねいつもだいたい同じこのガズレレ必須コード内で収まるっていうのを、簡単アレンジにしてるということなんですけど、やっぱりキーが合わないなっていう人とか、キーはどうなってるんですかとか言って、原曲キーでやってくださいとか、いろいろこうキーに関してはですね、以前から質問が多かったり、なんでそうなってるんですかっていうことが多いんで、今日はちょっとその辺について、解説したいと思います。まず第一、ウクレレって音楽をやるときって、そのガズレレ必須コードっていつも言ってる C とか、F とか G7 とか Am とかこの辺のやつが多いんですけど、なぜかというとウクレレではですね、その C のキーしか簡単にできないっていう事実があります。ちなみに私ギターを弾くんですけど、ギターだと D とか E とか A っていうのがそれに当たるんですよね。要はね、開放弦を使ってまあ楽できるっていうようなことなんですけど、鍵盤やってる方はねあんまり関係ないと思うんですよ。ただし半音になってるシャープとかフラットのキーだとちょっとどの楽器でもまあやりづらいかな、鍵盤は特にそうかなって感じがするんですけど、とにかくウクレレにおいてはそれが一番わかりやすいということなんですけど、ではちょっと今実験しています。今日ゲストにハニーさんが来ていただいてるんで、ちょっとね私がコードを弾くんで、はい、ちょっとワンフレーズ歌っていただきたいと思います。お試しでね、ロビンソン、はい、有名なスピッツの、はい、いいですか、はい、じゃあまずいつものようにガズレレ必須コードのガズレレバージョンのキーで歌います。いきますよ、最初から1、2、3、4。低い感じになりますね。はい、はい、じゃあいいです、ごめんなさい、いい感じでした、はいはい。今聞くとなんかやっぱ女子だと低いかなって。じゃあサビやってみましょうか。じゃあ1、2、3。はいはい、ありがとうございます。家でこっそり歌うにはいいけど、なんかこうね魂を込めてって感じで、じゃあ1オクターブ上で歌うとどうなるか、サビやってみましょうか。1、2、3。はい、ちょっとこれ苦しいですよね。だけどこれを私がやりますよ。そうすると誰も触れない二人だけの君、私がやるとちょうどいいですよね、はい、ちょうどいいっていうか、まあ本当言うともっと高い方が僕もやりやすいんですよ。今のはだから F からサビだったから、ちょっと1音上げると誰も触れない二人だけの、このようにキーをどんどん変えていくと自分に合うわけでございます。ちなみにうちの奥さん、さっき調べたところ G のキーでやるのがいいっていことが分かっております。うん、その G を G で始まる、じゃあロビンソン最初から新しいね、1、2、3、4。はい、こんな感じサビでやると 1、2、3、4。気持ちよさそう。というわけでですね、やっぱ同じ曲をやってもガズとハニーだけもう全然歌える範囲が違うんですよね。でちょっと表に表しました。見てください、こういうふうに、音程っていうのがこういうふうにありまして、音程があるでしょ。でガズがね声が出る範囲はここからここまでっていうふうにイメージしてください。そうするとね、ここを今出しますよ。ガズがドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラシドレミファソラ、限界がここ、こんな感じなんですよ。はい、これイメージできました。そしたら今書きます。ハニーさんの音域を今書くと、なるほど、こういう風になると思うんですよ。わかります？ガズがここからここまでが気持ちよく歌える範囲だとして、ハニーさんはここということになりますね。そしてですね、今やった、ロビンソンという曲の高さがこれだとします。よく考えられてます、この表は。そうするとですね、こういう風になるんです。そうするとC で歌うときはガズでもちょっと低い感じがするから、こんな感じのイメージかな。そうするとハニーにとってはまあ高すぎたり合ってないんですよ。で
カニに合わせるとなると、これをキーをグッと変えてこういう風に合わせる。これキーってこういう風にどこにでも動かせるわけですよね。つまりこの曲の中での一番低い音程から高い音程までっていうのがあるんで、それをキーを変えるっていうのはこういうことを言う。カラオケボックスで1個上げてとか2個上げてとか下げてっていうのはこれをやってるわけなんですよ。つまりここを一番低く歌えるのはオペラでいうところのテノールみたいな人で、こっちはソプラノですよね、きっとね。で、私がよくね思うのは、ガズはね、宇多田ヒカルさんの作る歌とか歌声とかその曲が好きなんですけど、宇多田ヒカルさんの曲っていうのは、とにかく低いところから高いところまでめちゃくちゃ出てるんですよ。つまり宇多田ヒカルさんの曲でそれを表現しますとですね、これが宇多田さんの曲です。見て、こんだけ出るわけ。だから、これ面白いんですけど、ガズでもハニーさんでも宇多田ヒカルさんの曲によっては、どうやってもここに入りきらないでしょ。だからすごく大変なんですよ。で、歌が上手い方っていうか、すごくこうグッとくるような歌を歌う方、結構この一曲の中でものすごい低いところからものすごい高いところまで出るっていう特徴があると覚えておくと、結局どのキーに合わせても歌いづらいぞっていうのがあると思うんですよね。そうすると例えば宇多田ヒカルさんで言ったら最後のってすごく歌いで弾く You are always gonna すごい格差があるわけですね、低いところと。これがなんというかこう気持ちがいいところなんです。で、難しいところ、だからキーが誰にでも合わないというか、だからこそこれが広い人が歌が上手いというふうに覚えておくといいと思います。そういうことになってます、うん、案外言われるとね、うん、そんなことなんですよ。で、じゃあなんでカズさん C ばっかでやるかというと、簡単です。なんでかというと、そこしか簡単じゃないから。例えばロビンソンを G のコードで始めたら、やっぱりもうコード難しくなるんですよ。で、なんですけど一個だけ、まず僕がガズレレが皆さんにお伝えしたいってことは、音楽って本当に簡単にできたんだっていうところをまず第一に伝えたいわけですから、とにかく簡単にできることを優先しています。で、簡単にできてある程度言ったら、例えば G のキーからやってもなんとなく抑えることができるように成長していくと思うんで、そしたらどんどんコードを変えたりとか、あとよく言ってんすよ、カポタスト持ってこい。はい、カポタストっていうのがあって、これ例えば前もよく言ってるんですけど、 C こうでしょ、 C ってここでしょ。だけどこれ低いなと思ったら、この白い棒がこっちにどん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 来て音程が高くできるんです。そうすると今度2つ目に挟んだら、ここがだんだん高くなる。こういうことで調整も一応できます。こういうカポタストっていうのがあって、これでキーの調整もできるんですけど、一個ですね、私がよく言う、その質問が来るときに言うのは、椅子を想像してください。今ここソファー座ってますよね。で、例えばハニーさんとガズさんって背の高さ違うんですよね。僕が170センチぐらいで160センチ違う。厳密に言うと椅子の高さって違うんですよね。本当はベストの高さって人それぞれあるじゃないですか、うん、だけどこのソファーという、ものに座ってこうくつろげるわけですよね、うん、例えばここに赤ちゃんがいてもここに置いておける、うん、幼児が来ても置いておける、うん、でうちのおじいちゃんもう79とか80歳はおじいちゃんというか私の父ですけど、そういう老人が来てもここでくつろげるわけじゃないですか、うん、それを私はウクレレのこの C のキーと捉えてるわけですよ。なるほどね、みんなが座りやすい公園のベンチで怒りますか、なんだこれ俺の高さに合ってないなベンチが。そういうものはだから これはですね、ほんと面白いんですけども、プロを目指して自分の音楽を追求するタイプの音楽っていうのは、やっぱり自分が一番気持ちがいいね、その曲にぴったり合った曲を選びたいからコードとか変わればいいと思うんですけど、まあちょっと人生にほろっとこうね、ちょっとした空き時間に音楽をやりたいなとか、キャンプに行って盛り上がりたい、まあ、ハッピーバースデーの誕生会の時にハッピーバースデーと言ってやる時に盛り上がりたいっていう時は、みんなが座れるベンチとかこういうソファーの方がみんな乗っかれるじゃない、ね、やっぱりキーが自分だけのキーっていうのは、もちろんそのアーティストを目指すような方にとってはすごく大事です。で、私はね、元プロミュージシャンでプロデューサーもやってたら分かるんですけど、このですね、キーを選ぶのがね、そのプロの世界ではもうほぼ難しいことっていうか、例えばガズってここじゃないですか。だから曲のキーをこういう風に設定しましたと、僕がレコーディングするとしてね。なんだけど、プロの人が見ると、ここだっていうわけですよ。もっと頑張れば、ここまで出るっていうか、ここが一番いい音なんだよっていう風に言うのが、結局プロの目線ということで、自分が気持ちいい、さらに上のキーを探すっていうような、キーがね、なかなか決まんないっていう、レコーディングの時にはよくあるパターンでございまして。だから、あんまりキーのことを言うと、本当にその、凄まじく、深い話になるんですけど、ですので、一個皆さんに言っときたいのは、この歌、よく原曲キーでやるっていう話があるんですけど、じゃあ、宇多田ヒカルさんのキーがここにあるとします。そうすると、宇多田ヒカルさんにとって、バッチリな
要はキーでやってるわけですから、なんていうの、男性がここに合わそうとしても、まあ、あんまりなんていうの意味がないかな。それより、その男性が合うように、なんとかこう微調整してやるのがいいと思うんですけれどもね。まあね、そんなことを凌駕するようなことが、このガズレレの考え方で、とにかく C で、C っていうか簡単にできるキー。はい、C とか Am とかから始まることでやったら、みんなが歌えるソファーとかベンチになるぞという考えでやると、音楽が優しくなるっていうかね、みんながこうくつろげるソファーとか椅子とか、そんなイメージがいいと思うんですよ。はい、厳密に言ったらね、姿勢がいい椅子の高さって身長それぞれによって違う。で、さっきも言ったように音程もね、こういう風にあのハニーとガッツであって、あ、そうだ、ここにも書いておこう。だから宇多田ヒカルさんはすごいってことだよね。宇多田ヒカルさん、宇多田ヒカルさんはこういうことです、うん、こんだけ出るという僕たちより、で全員違うわけですから、お父さんはここかもしれないよ、お父さんはここ、お父さんはここ、こんな感じでもういろんなところにみんな得意な音が出るから、もう結局誰にも合わせられないってことは、じゃあどうしようってことはウクレレに合わせよう。これがガズレレのキーの話のまあ真骨頂というかですね。そうだから、こう座れるね、こうやってみんなでくつろげる、こうソファーというかベンチで音楽を楽しもう。まずそして散々楽しんだら、たまにはね、自分にぴったりくる椅子で本格的にやってみる時間もいいと思います、はい、そういう風に自分で選べるのが、まあいいかなというふうに思うわけです。こうキーでもうなかなか奥が深いですよね。じゃあちょっと他の曲でも挑戦しようと思うんですけど、例えばじゃあロビンソン、じゃあ C でやりますよ。じゃあ1,2,3,4、今新しいですよね、うん、じゃあ違う歌ですね。何でしょうかな。じゃあ次、踊るポンポクリンも C から始まります。いきますよ、せーの、さん、はい、なんでもかんでもみんな、はい、今分かりました。今同じ C からなのに、ロビンソンは新しい、あーでしょ。じゃあ踊るポンポコリンは C から始まるのに、なんでもあーとなーでしょ、うん、同じ C から始まるっつっても、歌い出しの音程とかこの中は全然違うんですよ。そう、 C だからって言っていつもここじゃないんですよ。もうだからそれが面白い音楽の宇宙で、いつも C だからといって同じ音程とは限らない。だから皆さんね、ガズがいつも毎日毎日 YouTube にアップロードしてる曲、ガズさんめちゃくちゃ歌いやすそうに歌っていると思うじゃないですか。そんなことは全然ないですよ。例えばですね、昨日やったリトルグリーモンスターという曲、ラグビーワールドカップのテーマの曲も、最初はねこんな感じに思ってたんですよね。歌い出しはこんな感じで、サビになったらもう全然届かないから、もうはーって裏声になるというかですね、無理やりそういう風にうまく歌えるように、そういうなんとかな、自分に合ってないキーを合わせる能力がガズはついてきたなというふうに思うんですけど、やっぱりね、曲によっては女子が歌いやすかったり男子が歌いやすかったり、同じ C のキーなのにそういうことがめちゃくちゃ起こりますということでございます。なのであんまりね、こうシビアに考えるとね、なんかつまんなくなっちゃってキーが合わないなとかってなるんだけど、まあ最初はできたっていう喜びを十分に感じてもらって、そのカポタストとかちょっと慣れてきたら違う難しいコードもどんどん抑えられるようになってくると思いますんで、そうやって音楽を深めていって、いろんなこうあり方で楽しむ、いろんな椅子に座るようにやってみるといいと思うでございます。はい、キーの話はね、なかなかこうゆっくり話す機会なかったんで、今日はね、ハニーさんの力をお借りしてやって、どうですか？よく分かった、ほんと手前味噌で、はい、でもほら、奥さん、ハニーが分かるってことが大事ですからね、やっぱり、はい、一番周りの近所の人にいた、近い人に理解してもらうっていうのが大事だと思います。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これ、ね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けるとこういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使ってこう中でね、こう動くの防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、
夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。